親愛なる友、美空ひばり様。ひばりさんの歌を聴くとき、お母さんっていつも泣くね、と、いつの頃からか、うちの三人の子供たちは言います。私の答えはいつも同じです。あの人とっても頑張ってるんだもの。あの人はお姉ちゃんだから、長女だから、あんなに頑張ってるのよ。小さな肩に華やかな歌もいろんな苦しみも一緒に乗っけて、ああやっていつもにっこり笑って一生懸命歌ってさ、入らぬ人になってしまったなんて、なんで、どうして、私にはどうしても信じられませんでした。かぐや姫もゆうづるも、人にめくるめくような喜びを与えた人はみんな空の向こうに最後は帰っていきます。あなたももしかしたら戦後の何もなかった時代のこの国の男たち、女たち、そして子供たちのために素晴らしい歌の数々をプレゼントするために神がお使わしになったエンジェルだったんですか。私はこの頃そう思えてなりません。あなたは歌うということ以外は恋にもおしゃれにもお金にも本当に淡白な人でした。どんな苦しみにもじっと耐えていました。もういいんです。今こそ何にも考えないでゆっくりくつろいでください。私たちにお返しは何にもできないけれど、世界中のひばりファンがこぼした涙でほら大きなミラーボールを作りました。この拍手はきっと空の向こうまで届くでしょう。寂しくないでしょう。そっちの国は賑やかでしょう。あなたほどそちらのお国に行ってから幸せな人はいないわ。お母さんが、弟さんたちが、そして久しぶりに歌が上手だったお父さんにも会えますね。それにあなたの口癖だった景色のいい男たちもいっぱいよ。鶴田さんも橋蔵さんもゆうちゃんも。そちらのパーティーは楽しそうですね。めいこ、お前の席はここで、いつものようにあの笑顔で待っていてください。あなたと会える、そう思うと私はもう死ぬことが怖くありません。あなたはそんなプレゼントまで私に残してくれました。私はもう友達は持たないでしょう。あなたが最高だったから待っててね。私ももうお酒やめようかなと思っています。そちらに行ってからのお酒がうんと美味しいように取っときます。そう、今度こそ二人で楽しい酒を思いっきり飲もうね。1989年7月22日、あなたを愛しあなたを尊敬していた旧友、中村芽衣子。和江さん、ひばりさんではなく、いつも呼び慣れている和江さんと呼ばせてください。あなたは私のことをいつも金に金にと呼んでくれましたが、あなたにとって私は兄ではなく和江さん、あなたは私よりも若い姉のような存在でした。私たちは楽しい時も悲しい時もお互いに思いやりの気持ちを秘めて言いたいことを言い合ってきた35年間だったと思うのです。和江さん、だから私はあなたが黄泉の国へ旅立って以来沈黙を守ってきました。しかし今日は私の拙い言葉を今しばらく聞いてください。私なりの精一杯の気持ちに耳を傾けてください。あなたはいつも私の人生の節目節目にスーッと現れては、そやかに温かい友情を示してくれました。4月22日、私の芸能生活50周年記念のパーティーでは、私のために歌を歌ってくれる約束をしてくれたあなたのメッセージを沢島監督が代読してくれました。金に、ごめんなさいと書いたあなたがどんな思いでベッドに横たわっていたのか思ってもあまりあります。そして
3ヶ月後の同じ22日、私がここでこのようにあなたに呼びかけることになろうとは予測もしませんでした。あなたは周りの人たちに気を使いすぎて生きてきてかわいそうだという人もいますが、私はそうは思いません。それこそが加藤和江であり、美空ひばりであり、そうでなければあなたではなく、そのように生きたればこそ和江さんなのだと私は思います。そんなあなたの心の琴線に触れた人はいつまでも和江さん、あなたのことを忘れることはないでしょう。今やあなたは不滅になりました。いつかまた一緒に芝居をしましょう。芝居をやりましょう。それまで少し休んでいてください。私はもう少しこちらで腕を磨いております。和江さん、いろいろとありがとう。本当にありがとう。また会う日までさようなら。平成元年1月22日、よろずや金之助。森幸雅子殿、和田アキ子殿、田代実殿、和久井恭二殿、杉原恵殿。一回病院入院されて、その後中野サンプラザの僕のミュージカルイダマンテに来ていただきまして、すごくまだその時はね、足が悪くて、それでも2階の僕の控室まで来て、いろんなことにチャレンジして頑張りなさいと、和也君がね元気になって、そしたらひばりさんも一番喜ぶんじゃないかなと。何か寂しそうな人恋しいお顔がよくなさったもんですからね、笑顔も似合いますけれども、そういう時がまたひばりさんらしくて、皆さんにどうやって優しくしようかサービスしようかっていうことをね、いつも思ってらしたみたいね。だからもうそれを思うと、なんだかお亡くなりになる前に皆さんに優しさをこうばらまいて行っておしまいになったような気がします。大きさがもっと分かりましたね。で、本当に押し付けがましくない優しい方ですね。心の広くて繊細で、やっぱりもっともっと元気でいい歌をたくさん歌ってもらいたかったな。そりゃそうですよ、最後のお別れをしましたから、ずっとお話ししてきましたから、もうこれで何もないです。今日はもう俺気に入るとね、お嬢と一緒に飲んだとこが京都で縁っていうとこある、そこ行って飲みます。僕はお酒の好きなひばりさんでしたから、はい、僕は今日は明日休みですから、今日はもう死ぬまで飲みます。青山総務省上空です。もうすでに現在改装される一般のファンの方々の列が第二祭壇の方からずっと通路を通ります。そして墓地内の通路いっぱい広がっておりますね。いっぱい、もうほとんど通路をはみ出して外の車道の方にも、はい、お離れてください。名前は離れて届いて、ゆっくり歩いてください。ゆっくり歩いてください。もう一晩明けて今日はもう胸いっぱいやね。とにかく最後だから、早く行ってねという気持ちでね、
どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。あるかどうかと分からないんだけど。これ、私分が買わない。来ましたから。もう売り切れちゃったんです。そうですね、びっくりしましたね。こんなにもう、追いつかないぐらい。こちらは青山最初です。ただいま11時になります。予定通り美空ひばりさんのご遺骨を乗せた車がこちらに到着いたします。今混雑する中、2台の車が入り口の方へ入っていきました。銀色の車の中からは喪主でいらっしゃいます息子さんの加藤和也さんが胸に美空ひばりさんのご遺骨を抱いて降りていらっしゃいました。バリちゃん、あなたの生涯は花火のように絢爛と美しく、そしてあえなく消えた壮大な美の一生でしたね。たくさんの人々は心からあなたの歌に聞き惚れ、魅了され、どんなにか喜び楽しんだことでしょう。たとえ短くとも人々に称賛を受ける充実した日々でした。あるいはそれもあなたを疲れさせたのかもしれません。考えてみれば天才の悲劇なのかもしれませんね。あなたの英別に耐えられず、日本全国のファンは泣き崩れていますが、あなたの残された遺産は消えることなく輝きを癒やましています。ご覧になっていますか。拍手も慟哭も聞こえましょう。長いお付き合いでした。私の寂しさも例えようもありません。一刻も早くお母様の胸の中に抱かれてください。さようなら、不正室の偉大なひばりちゃん。不審なものです。